どうもこんにちは、ミカスです。ね、最近はね、コロナウイルスの影響でスーパーにもなかなか行けないっていう方が多いんじゃないでしょうか。で、なんかね、自分もアマゾンでこういう野菜ね、取り寄せできないかなと思って調べてたら、いろいろ実はあるんですね、ご当地野菜みたいな。で、ご覧の通り今回北海道の野菜っていうのを取り寄せてみたんですよ。で、この野菜セットっていうのが、まあ、大体2000円ぐらいで、時期時期によって、まあ、内容はちょっと変わるらしいんですけど、まあ、北海道産の野菜だけが入っていますと。うん、まあまあまあ、写真で見るとね、こんな感じでね、なんかおなんかすげえって感じがしたんですよね。で、まあ、送料が800円だ、結局3000円ぐらいになっちゃって、ちょっと割高ではあるんですけど、まあ試しにね、どんなものなのかと、実際どうなのかと、ね、気になる方もいるんじゃないかと思って、人柱じゃないんですが取り寄せてみました。で、こんにちはですよ。すでにちょっと使っちゃってるのもあるんですけど、はい、中身を紹介しようと思います。まずはね、ほうれん草ね、ほうれん草こんな感じです。とても美味しそうです。とても美味しそう。あ、ちなみにね、気に入らなかったら全額返金しますって、すごい良心的なお店でした、ここ北海道の。他にもね、いろいろあるんですけど、はい。で、ネギ、これすでにね、半分使ったんですけど、これと同じ長さのがもう1本入ってました。まあ、実質1本ぐらいのネギ、はい。で、カブこんな感じですね、小ぶりなカブ、美味しそうですね。はい、それから、はい、ごぼうでございます。ごぼうが、まあ3等分されたごぼう、ちょっと汗かいちゃってますけど、ごぼうが入ってました。で、人参、まあ綺麗な人参ですね、形もいい、2本で、玉ねぎはアマゾンにはね、10個から11個とか、なんかそんなこと書いてあったんですけど、よっぽど小ぶりなやつの倍の話なのかな。ゴルフボールぐらいのだったら10個とかって言っても分かるんですけど、まあ4つ入ってました。結構大きさは大きかったり、ちょっとちっちゃかったり、はい。で、最後にじゃがいもでございます。まあ、じゃがいもも特に大きいわけではないサイズが入っておりました。あー、5個ですね。以上でございます。そしてですね、一応まあここにね、こんな風にどこ産の野菜ですよっていう紙が一緒に入ってました。はい。で、まあ野菜、まあ野菜だけ見てもね、もう北海道産だからどうのっていうわけではないのかもしんないし、その辺のね、例えば自分は茨城県のひたちなかっていうところに住んでるんですけど、結構スーパーが激戦区で、人口の割合に対してスーパー結構多い地域なんですよ。で、そういうスーパーに行くのに比べるとやっぱちょっと割高ですよね。まあ、確実に送料分はまず高いんですけど、野菜自体はそんなに高いわけじゃなかったです。で、鮮度はバッチリでした。ものすごく鮮度は良かったです。ということで、まあ梱包もね、袋に全部きれいに入れられてるし、なんかあるじゃないですか、食材届けてくれるあれみたいな感じになんか入ってますね。はい。ということで、まあ見た感じはね、すごい新鮮なんですけど、じゃあ、取り寄せるってなった時にやっぱり送料の問題があるんで、例えば北海道だったらね、関東で800円の送料がかかるわけですけど、その800円分の送料を出してでも取り寄せたい方がいいのかってなってくると、まあ人それぞれあるんじゃないかとは思うんですけど、どうなのかなっていう、正直なんかイメージ的にはね、もっと入ってそうなイメージだったんですけどね、個人的にはまあもう買わねえだろうなっていう感じでした。はい。ということで、せっかくなので、じゃあこの北海道の野菜を使って何か料理をね、作ってみようかなと思います。さあ、ということで今回は、ハンバーグを作るときに、まあ人参をね、まず使ってみました。越冬人参ということで、ものすごく甘いんですよ。実はね、これ今おろしてるじゃないですか、これ生で食べても普通に甘いんですよね。びっくりするぐらい甘い。で、ハンバーグの付け合わせとして、グラッセを作ったんですけど、まあ甘さが異常ですよね。砂糖とか使わなくても普通に甘いっていうね、そういうグラッセが出来上がりました。
でほうれん草なんですけど、ほうれん草はおひたしだったりとか、あと自分結構好きなんですけど卵と一緒に炒めるやつ、あと味噌汁とかね、使ってみたんですけど、これもね歯ごたえよくシャキシャキして美味しかったです。あとはそうですね、じゃがいももハンバーグの付け合わせに使ってみたんですけど、まあじゃがいもはね結構その辺のスーパーでも北海道産のじゃがいも売ってたりするんですよね。そうだ、玉ねぎもハンバーグに入れました。この玉ねぎも飴色玉ねぎを作ったわけなんですけど、非常に甘くて美味しかったです。という感じでですね、まあ最初ね結構箱ちっちゃいなと思ったより量ねえなと、意外と値段高いんじゃないのとも思ったんですけど、まあ中に入ってる野菜の質的にはものすごく良かったんじゃないかなと思ってます。まあただだからといって、いやこれおすすめですよ、皆さん買ってみてはいかがですかっていう話にはなんなくてあの地元のね農家さんの作った野菜も十分美味しかったりするし、ただまあ特筆するとすればやっぱりその越冬人参、もうこれだけ、もう人参だけ買えばいいんじゃねえのっていう話にもなりがちなんですけど、まあ人参はとにかくめっちゃ甘かったです。びっくりしました。はい、ということで、まあね今ねコロナウイルスでなかなかね家からあんまり出ないようにとか、スーパーも時間をねずらしてとか、週3回にするとかなんかいろいろあるんで、こういった取り寄せのね、まあ、野菜も、まあ、Amazon なんかで買えますよっていう、まあ、そういう話をしたかったんですけど、人参がねすごかったっていうねそういう結末結論に至りました。はい、ということで取り寄せ野菜でした。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあね。